北口一橋学園駅は東京都小平市学園西町2丁目にある西武鉄道多摩湖線の駅である。駅番号は ST02。当駅開業以前は現在の駅の北に小平学園駅が存在し、数十メートル国分寺よりに一橋大学駅が存在していた。両駅間は300メートル程度だった。1964年6月西武鉄道は、 多摩湖線の輸送力増強のため、小平学園駅と一橋大学駅の統合と3両編成の列車を投入し15分から10分間隔に増発する計画を発表した。かつて1955年に輸送力増強のため、小平学園駅を廃止する方針を打ち出したところ、地元の反対運動が起こった権威があったため、小平市議会では輸送力増強の抜本的な 解決策は伏線化であるとして、西武鉄道に要望した。しかし、西武鉄道は急速な伏線化は困難であり、小平学園駅と一橋大学駅の統合は最終案であると回答し、伏線化はされず、西武鉄道と住民との議論の上、1966年7月1日に、両駅が統合されて、現在の位置に一橋学園駅が設置され、 駅の南北端に改札口が設けられた。よって、一橋学園という駅名は両駅名を合わせた造語である。なお、小平学園は箱根土地株式会社が開発した学園都市の名称で、学校機関として実在はしない。ホームあたり駅で列車交換を行う様子島式ホーム一面二線を有する地上駅である。駅出口は北口と南口の二つがあり、 いずれも、校内踏切で、ホームと結ばれている。駅員は、南口駅舎に常駐し、北口は、自動券売機と、自動改札機のみで、無人化されている。駅出入り口の構造は、二つの駅の統合による、配慮の名残である。詳細は、歴史を参照。早朝、日中、深夜の一部時間帯以外は、必ず当駅で、列車交換が行われる。かつて、 平日朝は当駅国分時間のみの一区間を折り返す区間列車が設定されており、その列車は必ず2番線を使用して発着していたが、2013年3月16日のダイヤ改正で廃止された。かつて西武鉄道の主要駅では発車ベルを使用していたが、2009年時点では新交通システムの山口線を除いた鉄道線において唯一発車ベルを使用する駅となっている。 トイレは、ホーム、国分寺方にある、2019年度の1日平均乗降人員は21,189人で、ある、西武鉄道全92駅中50位で、多摩湖線内の途中駅では一番多い数値である、近年の1日平均乗降乗車人員の推移は、下記の通り、一橋学園駅北口前にある、学園駅前公園、西武バスにより、 以下の路線が運行されている、西武鉄道玉湖線国分寺駅、一橋学園駅、大梅街道駅東京都、統計年間、ありがとうございます。